変化するための挑戦ってさ、さよならから始まることもあんのかなって。いつからだろう、誰に言われるわけでもなく、無理という二文字だけで自分の限界を勝手に決めてしまうようになったのは、そう、限界なんて自分の頭の中にしかないんだよ。ごちゃごちゃ考えるより俺たちは無事よ、久しぶりだな。つかさ、こんな田舎までどうした？お前に頼みがある。一回タイマー張ってくれ。悪いけど今はそんな気分じゃねえんだ。頼む。お前がそんなこと言うなんてよっぽどなんだ。今の俺は手加減できねえ。こいつで答えを出す。そうだよな、藤尾。